大阪の梅沢です。音声聞こえてますでしょうか。あ、聞こえております。あ、それではあの大阪府からあ,、えー、あの果樹剪定資を活用したバイオタの投入という取り組みをご紹介いたします。えー、まず最初にえっ、ー、と取り組んだあの農家をご紹介します。吉川幸一郎さん、えー。令和2年度に収納されましたのでまだ新規収納されてから4年目という、まあの若い農家です。 で収納された地域はあの、羽曳野市の、大阪府の羽曳野市の薄井地区、ここはあの実は薄井変動の,あの発祥の地だったりするんですけれども、そういったところです。で、種の主な作物は、一軸じく25、これが一番のメインなんですが、それ以外にあの芋類ということで、さつまいも、里芋、じゃがいも、これが五反、で、あと野菜、いろいろされてるというところになっており,おります。 で、ちょっと背景をまずご説明いたしますと、あの羽曳野市っていうのは、あの全国有数のぶどうの産地でして、あの駒ヶに地区と呼ばれるところで、あのまあ、あの大方100丁ぐらいのブドウ畑があるかなと思います。で、それから、あのウスイとその隣のコンダっていうのは、大阪府下最大の一ち産地ということで、両側はして大体10丁以上の一軸産地になっているかなと思っております。 この2つはあの川を挟んであの隣接しているという状態です。で、えー、吉川さんがあの始めるにあたりまして、一ち園ゅけんの植えるときに、にあの羽曳野市内のブドウ農家からせ定てのチップをもらって、マルチ資材として活用したというような取り組みでした。すみま,ません、梅沢様、はい、すみません、スライドが動いていないみたいなんですけれども。はい、あれこちらあどうもうもまくいいかなで あれこちらでは動いとるんですけども。うん、あれととと。今、動きまた。あ,あこれで動いてますでしょうか、はいはいはい。すいません、ありがとうございます。ああすいません。あはい。で、はい。で、ですいませんあの。取り組みのきっかけということで、いちじくご存知の方は、あのご存知だと思うんですけども、いちじくっていうのは非常に、 あの選定量が多い果樹です。あ,のあたりでだいたい直径3 2 3センチもうちょっと太いぐらいのものもあるんですけどもそんな枝があの大体1 2メートルから1 5メートルそれが2500本ぐらいできるということでちょっとあのちょうど今剪定シーズンに入っとるんですけどもあのん定前と剪定後の あの,一軸の写真をちょっとそこに並べてましたあのそんだけ並んでる枝を全部ほとんど根元から切ってしまうという状態になりまして、まあ、あのあの非常にたくさんの枝が出てくるとで、まあ、大抵この枝はあのほとんどの方は焼却してしまうんですけどもさっきあのブドウの剪定てチップをもらって植え付けしたのに、まあ、自分とこの剪定て このまま燃やしてしまうのも何かなというのが取り組みのきっかけです。で、ただ、一軸の枝をそのまま利用してしまいますと、ちょっと実はここで株枯れ病なんか出てるというのもありまして、そんな病気が広がってしまうんじゃないかという心配もあのしておりました。で、そんな中で、あのいろんな記事の中で、培養土ンを製用することで、さつまいもの増収効果が期待できるということであの、そういった記事を読んだのがきっかけで取り組みが始まりました。 それで取り組み内容なんですけども、収納2年目、令和3年目に、単価処理機1台10万円の,あの写真にあるものです、だいたい直径、これで1.4メーターぐらいあるのかなと思いますけども、こういったのをそれ購入して、でそこで、えー、剪定紙をあの隅に変えて、静養するということを始めたんですが、想定よりもはるかに長いこと、この作業に時間がかかりまして、 だいたい一旦の一軸の,あの選定てを燃やすのにあの5日ぐらいかかってしまうということになってしまいましたそうすると、まあ、12月というのは農繁期ではないんですけどもちょっといくらなんでもしんどいということでもう、えー、去年度からはあの大型の処理機をさらに1台これはレンタルで借りてきましてそういうことでそれを交互に使うと。 いうことでやってますで去年はあの近隣の一軸の剪定てなんかも集めまして合計で1兆ほどの剪定てを処理して専用しておりますえ。ここに写真が上がっておりますけどもあのサさつまいもの作付けが大体一旦にありますのでそこの部分にこうやってすき込んでいると。 いうところです。だからあの四畳から1丁分ぐらいの地域の選定書をそこに突き込んでるという状態なんですが、まだ取り組みを始めて3年目ということもありまして、一巡回りきってないというところなので、各補助に1回ずつしか放り込んでないという状態なんです。で、そういう状態ではあのあまりなんか目に見えて大きな変化は感じないなというのがちょっと正直なところです。で、もともとこの地域あのすぐそばに石川という大きな川がありまして、そっから流れ込んだ。 あの川砂が入り込んだあの水はけのいい土地で、割合砂も軽いという土壌っていうこともあって、まあ、物理的にこう土が軽くなったとっいうほどの効果もちょっと感じられてないなというところです。あで,取り組んでもらあの、取り組んでおられた後のあの吉川君の感想としましては、あの現在のところは個人の取り組みで、 ちょっと規模が、さっき言った通り、一人,人の取り組みになっておりまして、ちょっと小さいものですから、ちょっと J クレジットとか、そういったのの申請費用と、そのリターンと考えても、ちょっと割に合わないので、ちょっと費用的には、費用労力的には、ちょっとなかなか厳しいものがあるかなというようなことで考えながら取り組みを続け,おられ続けているというところでございます。以上です。